桜一点派手に暴れてやる。いかがでしょうか、曹操殿。この長州の降伏の証たる主公、お気に召していただけたでしょうか。あ、おやおや、酒が足りませんでしたか。すぐお持ちしますので、どうぞごゆるりと。これで良いのだな、書くよ。まずまずといったところですね。ではこちらも宴といきましょう。殿、やはり小賢しい策であった。わしの命預けたぞ、天意。任せください。いただくとしよう。見事な天意、お主の武勇、わしが求める力そのものよ。長州、チームの兵の主人だな。だがこの程度ではわしを撃てはせんぞ。万民とはぐれてしまった。無事であればよい。この炎の中迷ってるのかもしれない。なんとか助け出さねえと。
しの武勇、わしが求める力そのものに。大層の仕掛けを組んでおくと、注意して進まねば消耗は免れん。この程度の罠は難しい。思った以上に手ごわい方々だ。ここで助けとはありがたい。
衆と連動してこちらを襲う三段か。ということは敵に竜兵の本体が来る。長州はそのために時を稼いでいた。ならこちらも罠を仕掛けてみようか。長州と援軍を一網打尽にするため。何敵だと。まだこちらは本体が来ていないというに。これでも食らいな。こちらの準備は整ったかな。我ら流氷軍の準備は整った。長州殿、攻勢に転じるならば今ぞ。よし、開門、開門せよ。今こそ流氷軍と連携して王孫を撃つのだ。敵はこちらの罠。一気に押しつぶすとしようか。遺作で済まされる意味か。みんな動揺するな。崩れなければまだ挽回できる。無策で済まされる身分だ。ここで奇襲とは。敵も去るのだ。なんとも勇ましき戦ぶり。助けるがよ。
せつけてくれますな。
無策で済まされる意味。じゃあないのに。まあ、もうやつね。これは予想外の展開だ。あそこで戦ってる味方を助けるだよ。おい、今行くからな。いやあ、それでも気がいいな。加工拳銃生産。一つ問う。お主、長州に主に準ずるか、それとも己が才策に準ずるか。これは感じの悪い質問だ。才、俺は己の才と策に命をかけた。未練はあるが悔いはない。さあ寄ってくれ天員を。よかろう。かくよ、ならばその際我が元で震え。冒涜、本気か。天意がいなければわしの命はなかった。こやつの英知使い手があろう。それにしても見事な武勇よ天意。お主は古の英雄アグライに比するやもな。いや